はい、皆さんこんばんは、100円です。今日はね、12月18日でルートクレートがですね、来たんですよ。じゃーん、12月分が来ましたからレビューしたいと思います。さあ、なんだろうね、今回ね、今回っていうか3ヶ月分の契約で入ってるんですよ、これにね。だからこれで最後なんで、今日またちょっと気に入ったものが出てきたらまた契約しようかなって思ってますけど、さあ何が入ってるでしょうか。じゃんじゃんじゃーん、おお、スーパーヒーローか。まずは、まあ、このメインだよね。あ、すげえ、ジョーカーバットマン、これポップヒーローズですね。ジョーカーとバットマンが合体したキャラクター、これ珍しいのかな。あ、ルートクレートでしか手に入んないフィギュアだ。おし、ラッキー、こんなのが手に入りました。白と緑のね、ジョーカーのトレードマークですよね。そしてピンバッジですね。ルートクレートがまあ1年やってるんで、その記念バッジいらないなこれあ、そして割れてますけど、スティックのキャンディーね、ミンツのね、これはよくアメリカで見ますよね。確かレビューもしたと思うんだよな。そしてガーディアン・オブ・ギャラクシーの靴下これいらねえな、俺ハイソックス嫌いなんだよな。 97% ポリエステル。いろいろ入ってるな。これは何？スティッカーセット。あー、テトリスのステッカーのセットだ。これでなんかシール貼って、あー、テトリスのこう感じでなんかできるんだね。俺の MacBook に貼るの嫌だから、まあこれもちょっと置いときましょう。そして今月はマーベルのあれなんだね。これ多分ね、車にね置くといい匂いがする、やつですね。ということでね、これがそのさっきの車の匂いね。化けないと分かんないよね。まあ、とにかく車につけるやつ。そしてなんかあれでね、こういうなんか雑誌、まあ広告みたいな感じですかね。このルートクレートのこんなのがもらえましたよ今月はみたいな、そういう紹介の雑誌ですかね。そしてクランチロール広告だね。クランチロールってアニメ見れるとこかな。で、これシンプソンズの、シンプソンズ知ってます？これなんだろう、なんだろうな、紙っぽい。あ、お財布だ。シンプソンズの紙で折ってあるこれいらない。あ、お金入れたりとかね、中もちゃんとねこうなってるわけですね。これは取っとこう、使ったらすぐ、俺しけっぽい男だからさ濡れちゃう。これはよくホテルとかでドアにほらかけて、入ってこないでくださいみたいなね。これちょっとゴーストバスターな感じで、今ちょっとゴーストを処理してるから入んないでねみたいな、ドアにかけるやつですね。そして最後、バットマンのマガジンですね。まあ、マンコミックですね、アメリカの。これは別に読んでないから分かんないけど、人気なのかな。これぐらいでしたね。まあ今月のメインはやっぱりこのここでしかもらえないジョーカーのこのフィギュアじゃないですかね。これでポップスのバージョンは3つぐらい、持つことになりました。まあ、これもまた今度開封して家に飾りたいと思います。ということで、12月のルートクレート紹介動画でした。また来月もね、忘れずにメンバーシップ更新すればレビューしたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ピースアウト。